shake, it a shake on the place. It a shake up the place. It a shake, it a shake, it a shake. Twerk for the beer. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。エスドシャックです。皆さん、元気だといいな。今日はですね、もう一回、ファーストテイクの曲、リアクション動画作ります。このアーティストの前は、西川拓則です。拓則さんってことを聞いたことない。私、だからいつも、有名な日本人のアーティスト、聞かないですけど、今、2年間しか、日本にいますから、なんか日本の有名な、一番有名なアーティストとか、懐かしい、古いアーティストも、わかんないから、ファーストテイクのせいで、そのアーティスト、見つけてます。はい。はい。今回の曲は、フリーダムって言います。はい。そして、見て楽しみです。みんな、その前、チャンネル登録しながら、チャンネル登録よろしくお願いします。ただ、拓則さんね、お願い、字幕ある、お願いします。ブーム。The first take. The first take. わー、かっこいい。いいな、スタール。めっちゃファッション。あ、DJ もある。あ、何の曲？あ、わー、すごい声。すごいじゃん。あ、ちょっと待って。アニメのオッピーですか？それはなんか、僕のヒロアカデミアみたいなオッピー。僕のヒロアカデミアみたいな。あ、僕のヒロアカデミアオッピーような。ハイエネギとか、あるよ。うわー、すごい。すごい声。いいなぁ。Let's go! うわぁ。俺全然できないよ。これアニメ OP じゃん。何のアニメですか？あ、聞いたことあると思います。あ、これは、何から？あ、知ってるよ、これ。知ってるじゃん。なんかマイクの近くは何ですか？何これ？ダブルマイクが。いいなぁ。日本人のアーティストかっこいいよ、みんな。みんな本当かっこいいじゃん。私、頑張りたいよ。なんか、この村に。なんか、いつか、日本語だけで、曲、作りたいです。それ、みたいな。いいか、DJ。DJ の名前は何ですか？みんな知ってる。みたいです。これ。フリーダム。何のアニメかだったの？もしアニメじゃないなら、びっくりするよ。えい。えい。ウー。それは、なんか、メインカレッタの、なんかアニメの一番高いなバトル間にその曲聞こえる。ウォー。あ、レッツゴー DJ。
ああ、DJ すること難しそう。えい、えい、えい、レッツゴー。どこから、何、何のアニメから来たの。フリーダム、フリーダムアニメ。ごめんね、携帯あるですけど、バババあああああ、フリーダム、あーガンダム、あーなるほど、なるほど、ガンダムから新しいな、あのガンダムコラボですね。で、あの聞いたことない、あのガンダム見たことない。ウォー、えい、えい、あ、あでもそれモチベーション持ってきますよ。ウォー、うんうん、それはなんかもうしたら、仕事、仕事いる、で、なんか、まだなんか、2、3時間ある、あったら、もし、その曲聞いたら、モチベーション来てくるよ。モチベーション来るよ。今働きたい、働きたい。なんか多分そのあの曲作る間、あ作る後あの寝るけど、今アイエネギーの気持ち持ってきた。強いな声。わあマジで強い。いいな。プラステックはなんでいつもすごい。なんだ、いつもすごいな、アーティストある。わー、すげえ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 。今、そのガンダムの曲、そのガンダムの映画、見たい。そうそうそう、ガンダム見たことない。なんかイギリスでガンダム、あんまり、人気じゃない。なんか、みんなトランスフォーマーズ知ってるの？はい。トランスフォーマーズは、トランスフォーマーズの番組は、なんかガンダム用な、なんかロボットとか、あるから、そう、ガンダムは、ちょっと、あんまり人気じゃない。あですけど、それは、今、私気持ちは、なんかガンダム、私ガンダムの曲、見たいです。私ガンダム供給あるの、わかんない。今鬼滅の刃、私鬼滅の刃映画あるけど、ガンダムかどうかわかんないですけど、みんな何と思いますか。高野里さんすごいじゃん、声強い、マジで強かった。いいなー、いいなー。ちょっと、なんか、進撃の巨人みたいな、エピックの曲、ような、なんか、ハイエネギー、気持ちあった。はい。でもさ、違うね。でも、みんな、LIKE バットして、チャンネル登録、はい、それ、チャンネル登録しながら、チャンネル登録してください。ただ、俺は、エースのシャックです。君は、ペイズです。見て、ありがとう。じゃあ、キタシエキタシエキタシエドンプレスキタシエコピプレス。